皆さんこんにちは。IT イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く IT イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、簡単な境界の描き方をやっていきたいと思います。それではですね、早速やっていきましょう。はい、今回ですね、境界なんですが、前回ステンドグラスの描き方を動画にしました。まあそれの流れでですね、やはりステンドグラスというとですね、境界もつながってきますので、まあ、境界、どんな感じで描いたらいいのっていうのをですね、ちょっと簡単に紹介したいと思います。さあ、境界なんですが、まあ、境界道って言われるんですけど、その境界の建物ですね、はですね、まあ、かなり歴史が古く、いろんな建築があります。ここに何個かだけ書いてるんですが、バシリカ式だったりとかですね、ビザンティン建築とかゴシック建築、この辺はですね、学校でもおそらく出てくるので、まあ、なんとなくね、名前は知ってるかなっていうのがあるかと思います。他にもですね、バロック式とか、まあ、いろいろあるんですね。で、本当にたくさんあります。で、細かい部分も多くてですね、本当に奥深い世界なんですね。僕も全部はわからないぐらいですね。なので、まあ、必要な時はですね、その都度調べて書いたりしてるんですが、本当にもう、昔の建築は、目を奪うほどの美しさがあります。なので、まあ、そういう、まあ、外観とかですね、特に。とか、飾りとかですね、そういうのが好きな方は、まあ、そういうのをね、細かく描いていくのも面白いんですが、今回はですね、簡単な境界なので、アイコン的なイメージとして境界の内部を描いていく方法を紹介していきたいと思います。で、どういうことかっていうとですね、イラストで描く場合、なんとなく境界っていうのを意識、まあ、イメージしてみるとですね、おそらく、なんとなくこう、みんな同じようなイメージがあるんじゃないかなと思います。で、そのイメージっていうのがですね、シンメトリー、要は左右反転だったりとか、まあ、椅子があったりとかですね、天井が高いとかね、そんな感じのイメージがあるんじゃないかなと思います。なので、この辺を加えてあげると、イメージ的に境界と分かりやすいイラスト、まあ、そういうアイテムを置いてですね、設計してあげることで、なんとなく見た人にですね、あ、これ境界を描いてるんだな、っていうのを意識させることができます。なので今回はそういったですね、アイコン的な境界の内部を描く場合は、こういうのを置いてこう描いたらいいよっていうのをやっていきたいと思います。それではですね、どういう感じに描いていくのかっていうのをちょっとやっていきます。はい、まずですね、先ほど言ったように境界っぽいイメージっていうのをイラストにしていく上でですね、大事なものになっていきます。それがですね、まずシンメトリー、まあ、左右反転した、まあ、左右対称ですね、のものだったりですね。あとは左右に椅子があったりします。これ結婚式のチャペルとかも一緒ですね。真ん中の道があって、で、左右にですね、信者たちがいるような、まあ、お祈りをする人とかね、いたりとか、神父さんが真ん中に教壇にね、いたりとかしますが、そこに座る椅子ですね。こういう椅子。ちょっと縦長の細い椅子が左右にあったり、あとは天井がね、やっぱり高かったりするのがイメージですね。で、こう天井をね、高くするにも、こう歴史がいろいろあるんで、まあ、そういうのもそのうちマニアック系でやっていきたいと思うんですが、で、ステンドグラス。これは前回書いたやつですね。やはりステンドグラスっていうのはこう、神々しい感じだったり、光をこう、ファーってこう、入れるような感じでね、書いてあげることで、神々しい意識を与えることができますので、まあこの辺が教会っぽいイメージ。なんかこう、教会の内部書きたいな、続きはこういうのがイメージになるんじゃないでしょうか。で、それをもとにですね、まあ、ざっくりこういう、ざっくりにね、ラフを書いてあげましょう。で、このラフ、まあ一点通しですね、一本の道がこう、ぐーっと行ってるような、奥に行ってるようなイラスト。で、左右に椅子があって、奥にね、台があって、さらに一番奥にステンドグラスがある。で、左右反転。で、この端っこの方、この横の方はですね、もう本当に建築ごとというか、まあ、その境界ごとですね、いろんな形になっております。なので、まあ、どういう、フィクションだったら、どういう形にしても、ね、全然大丈夫だと思うので、まあ、いろいろこう、試して書いてみたりとか、まあ、もちろん、いろんな資料ですね。調べてみて、それに合わせて書いてみてください。今回ですね、ちょっとここが凹んでて、ここに柱があるようにデザインにしております。で、ここまで書いたらですね、あとはこれを一点通しに割り当てて書いていくだけになります。で、実際書いてみたのがこちら。こんな感じになります。これはですね、一点通しのイラストの書き方の方の動画をね、見ていただければ簡単に書けるようになるとは思うんですが、まあ、ざっと書くとですね、まずここに消失点というものを置いてあげます。ここですね。すべての線がここにこうやって向かっていってあげる。これが一点通しですね。一つの点に収束していく。で、そこの収束していく点に向けて、椅子をですね、書いていってあげます。椅子も今こう、適当にね、適当というか、形だけで置いてますが、まあこういう形の椅子をね、置いてます。で、この椅子もいっぱいあるんですね。こうデザインがいっぱいあって、こう前の椅子の方にこう机があるパターンだとかね。
で結構ですね、ここの幅が狭い椅子が多いです。であとは人をこう立てたりして、まあ、どれぐらいのね、大きさの椅子にしようかなっていうのを考えてあげるのも全然いいですね。なのでこの辺、椅子のデザインっていうのを大事にして、椅子をこう並べていってあげます。で、ポイントとしては、奥に行くにつれてですね、ここの間をどんどんこう細くしてあげてください。なのでもう奥はもうこうね、線だけで描いても大丈夫ですね。で、これで椅子をいろいろ描いてあげると。で、今度は奥の方ですね。奥の方は、ちょっと段を入れて、ここに鏡段を置いてあげてですね、ここの奥にステンドグラスを入れてあげて、まあ、ステンドグラスの形はね、どういうのでもいいですね。こういう3つあるような形とかいうステンドグラスもありますしね。で、あとは、この横の方、もうステンドグラスの奥の方はちょっと細めにしてあげて、そこからですね、ここに一点通しのラインで線を引いてあげて、そこからこう線を引っ張ってあげると。で、これが柱の、まあ、2階部分というかね、そういうところになりますね。こんな感じ。で、ここの間から柱をこうやってね、下ろしてあげると。で、一点通しの特徴は、縦のラインっていうのは垂直、まあ、要はまっすぐのラインで書かれますので、まあ、っすぐ書いてあげる。っていう点を注意して書いてあげると、意外とですね、簡単に書くことができます。で、ポイントとしては、まあ、シンメトリーなんでね、もう右半分とか左半分だけ書いちゃって、で、それをもう反転コピーしちゃえばね、全然大丈夫なんで、まあ、最初はね、それでいいと思います。で、左右反転を少し崩したくなった場合は、ちょっと、各々ね、書き換えてあげてもいいでしょう。と、そういう感じでですね、まあ、ざっくりした説明にはなりますが、書いてあげることで、まず一点通しを気をつけて書いてあげて、椅子を入れてあげて、奥のステンドグラスを書いてあげて、あとは周りの柱とかですね、そういうのをつけてあげると、簡単に書くことができますので、ぜひですね、書いてみてください。で、ポイントとしましては、一点通し、もしくは三点通しになります。で、三点通しっていうのはですね、こう縦のラインが、こう、キュッとなってる。3点っていうか、まあ、この場合は、ここの点と上なんで2点にはなるんですが、まあ、要は、上のラインが、さっき言ったように、一点通しの垂直ではなく、少し、こう、斜めになってますね。ここにちょっと持ってきたのを見てみると、ここの柱のラインが内側に入っているのがわかるでしょうか？こっち側ね。で、こっちが元ですね。ここまっすぐなんですけど、ここのラインがこうなっている。要は、縦パースが入っているんですね。なので、ギュギュッとこう、なっているよ。っていうパースが入っているのが、もう一個のやり方、まあ、こっちの方が荘厳さは出ますね。なのでどちらかを使うのが基本的になってくるかと思います。まあ、一点通しプラス縦のパースですね。で、あとは奥のステンドグラスだったり椅子のデザインだったり柱、この柱のデザインですねっていうのを工夫してあげることでオリジナリティのある教会の内部を描くことができますので、ぜひですねこの辺を工夫してみて一回ですね描いてみてください。かなり綺麗なモチーフにはなるんですが、一点通しを分かってるとですね、設計自体は簡単に描けるかな。まあ、パース自体は簡単に描けるテーマなのかなと思いますので、一点通しのこう入門としてですね、僕はですね、こうおすすめしているものにもなりますので、ぜひですね、こう教会の内部を描いてみてください。基本的にはですね、この線画を描いてあげて、まあ、パースの理解をしてもらいたいなっていうのがありますので、今回はこの線画の描き方ですね。設計の仕方の紹介になりました。あとはもう前回のこの奥にはね、ステンドグラスを描いてあげて、光を入れてあげたりとか、手前の方はちょっと暗めにしてあげたりとか、すると雰囲気が出てきますので、まあ、おのおのですね、自分のデザインに合った色塗りもしてみると、一枚絵としてすごい完成すると思いますので、ぜひですね、設計して、教会の内部描いてみてください。はい、それではいかがだったでしょうか。今回は簡単な教会の書き方についての紹介になりました。教会っていうのはですね、本当にいろんな建築があるのですごい面白いんですね。なので教会のデザインをですね、いろいろこう検索して見てるだけでも楽しいんですが、ちょっとね大変、理解するのは、ね、大変になってきますので、まあ、簡単にアイコン的に教会の内部を書くにはですね、シンメトリーだったり椅子で天井が高いデザインをしてあげましょう。あとステンドグラスを、ね、入れてあげるとかっこいいですよ。そういうところをですね、気にしながら書いてみるとかなり見た目、教会だな、これはっていうね、説得力のあるイラストを描けると思いますので、まあ、教会描いてみたいなとか、一点通し練習して何かこう一つの建物描いてみたいなって方にはおすすめしております。なのでぜひですね、興味がある方はチャレンジしてみてください。
今回の動画が良かったや参考になったやという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルも押していただけると嬉しいです。またウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。僕のイラストの販売もしております。SNS やっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。またメンバーシップもやっておりますので、背景イラスト上手くなりたいとかですね、背景イラストの添削してほしいという方は、ぜひ下のメンバーシップのボタンから確認してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。